こんにちは、速稼塾の久保です。まあ世の中ね、金が全てよという言葉もあります。ちょっとこれはね、受け入れがたい言葉ですよね。でも個人的に受け入れがたくても、これ真実なんだと思いますよ。なぜならお金が全てでないというのなら、じゃあお金以上に何がね、あるんですかってことになっちゃいます。多分ね、1万円とか10万円を稼ぐよりも、そのお金が全てじゃない、その何かを得る方が難しいんじゃないかなと思うんですよ。もっとシンプルに言うと、これ吉谷さんも言われてますし、多くの方がね、言われたらね、答えにくいと思いますけども、給料日にお金が入ってなくても、お金が全てじゃないっていうふうに言ってね、次の日も出勤してくれる人っていますかね。それから今多くのところで生活困窮されてる方がいると思います。まあ、感染症もね、かなり長引いてますから、商売を制限されたりとかね、してますよね。どうですかね、政府に特別定額給付金の第2弾10万円、これを要求している人って、お金が全てとまでは言えなくても、今はとにかくお金がいるんだっていう切実な思いじゃないですかね。その人たちに向かって、いやお金が全てじゃないよ、金金言うなよっていうふうに、こんな声をね、言葉を向けられるでしょうか。それこそ弱者のね、心に寄り添えない人なんじゃないですかね。お金が全てじゃないよって、まるでね、麻生財務大臣が言いそうですよ。金金言うなよって、金が全てじゃないよって、朝は希望に起きて、昼は努力に生き、夜は感謝で眠るんだとかね、昔国会で言ってましたけどね、麻生さんね。いや、ぶっちゃけ朝食って無料で食べれますかね。1食2食なら食べれると思いますよ。誰かがもしかしたらおごってくれるかもしれません。でも明日はどうします？10日後はどうします？1年後はどうします？どうですかね。そんなに自分は一切お金を払うことなく、全てじゃないというんだったら、それはお金を全て断ってみたら、どういうふうな暮らしが待っているかってことになっちゃいます。で、少なくとも私はビジネスを教える立場なんで、お金に向かってビジネスをやらなくてどうすると思いますね。だから私は思うんですよ。1000円すら稼ぎに行かなくって、どうやってお金の問題解決するんですかと。そしてお金を人からいただくという行為はどういうことなのかっていうと、価値提供を1000円以上すれば、1000円払った人が得するんじゃないかってことですよ。1000円もらう自信がないとかね、10万円もらう自信がないとか、100万円もらう自信がないと、要するにそれ以上の価値提供ができませんっていうふうに言ってることだと思うんですよ。でも社員をたくさん雇用してきた私としては、まずは人事採用の面でね、この人にお金を払う、それぐらいの責任が持てるかな、それぐらいの価値があるかな、それぐらい働いてもらえるかなっていうふうに吟味して選ぶわけなんですよ。人材採用もお金かかりますからね。募集広告を出して、面談のためのコストをかけて、そして採用通知、非採用通知を送る、全部お金かかるんですよ。じゃあその採用活動にかかった経費を取り戻すために、採用した人をどのぐらい使ってっていうかね、働いていただければ元が取れるのかっていうと、これね、年の単位がかかるんですよ。だって仕事させてくださいっていう人が最初から有能であることってのは珍しいんですよ。残念ながらどこかの分野では有能だったかもしれませんけども、自分のやってる会社のあるセクションでは有能であることは最初から期待できないんですよ。だから教育をしなければなりませんし、人との関わり方も我が社ではこういうふうに関わっていこうねっていうふうに覚えてもらわないといけないと。そして従順になってもらわないといけないんですよ。いちいち反抗して、私の前いた会社はねとか言い出したら成り立たないわけですよね。だからね、やっぱりね、人はお金を求めていくし、お金を求めることによって目的がはっきりして、まあ、その人をね、使う人も使われる方もやりやすくなるんですよ、ね、残業したら給料を上げますよって言ったら、残業するかしないかって選ぶでしょ。でも残業しても給料出ないよと、サービス残業だよって言ったらどうですかね。いやいややるのか、それともそれを断るのかになってきますよね。だってどっちにしても自分の人生の一部の時間を捧げてもお金がもらえないわけですよ。じゃあお金が全てじゃないよって言って働いてくれますかね。いや、この職場で大変な経験をさせてもらってるから、いや残業代なんていただけないですよ。そういうふうに言えるとしたら素晴らしいと思います、うん、私もね、できなくはないですけども、ただそのために自分の大切な人や家族を置き去りにするほど他者の仕事を手伝うつもりはないというふうに私は思いますね。で、しかも私は社員を使っていた立場なんで、社員にそう言われたら
無理して仕事を手伝うなと。お前にとって仕事は変わりがあるけども家族には変わりがないよっていうふうなね、この言葉を社長として投げかけることになりました。まあですんでね、なんか物分かりのいい社長として大失格なんですよ。ですんで私は人を使わなくなりました。うん、あのお金が全てっていうと言葉としては鋭いんですけども、うすうす皆さん感づいてるんじゃないかなと思うんですよ。これはね、お金がないからお金が全てじゃないと言いたいんですよ。全てのお金を把握してないんで。でもお金の勉強の一つの段階として、なんか虫が飛んできたけども、うん、私たちがお金に関わらなくなっても虫が飛んできてますね。どこ行け。お金は私たちに関わってくるんですよ。そして残念ながらこの日本という社会で生きる限り、お金があるかないかによって人は評価されます。私が個人的に評価しなくても私以外の人はお金で評価します。一人たりともお金で評価しない、そんな世の中が来ること、私もね本当に素晴らしいなと思ってますけども、とりあえず今日や明日にはそういう社会は訪れない。そう考えると、お金を大切に、お金に対してものすごく真摯に、お金に従順に向き合っていくことが必要なんじゃないかなと思います。お金の力や存在を無視してお金に好かれることはないし、お金に拒絶されてお財布の中にはなかなかお金さんがね遊びに来てくれないってことになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。いやでもね、本当はこんな考え方は信じたくなかったですよね。金なんてなくったってっていう気持ちだから、私はお金にこだわらず3000万以上の借金をね30代で作ってしまったんですよ。でも私はおおらかで良かったかもしれませんけども、お金を貸した人からしたらどうですかね、私の存在はね。いやもう金のことは言わないでくれよって言って、そうだよね、お金が全てじゃないもんねっていうふうに快くお金を貸してくれた人って誰かいるんですかね。貸した以上取りっぱぐれちゃいけないから、わがまま聞かないといけないんで、追い銭をしちゃったっていうところなんじゃないですかね。いや当時私はね、ちょっと歪んでいたかなと思います。今以上に歪んでいたかなと。今は少なくともお金ってもののことがちょっと分かったかなと思いますね。まあこの年ですからね。じゃあお金と仲良くして、仲良く付き合っていって、そして綺麗に付き合っていきたいなと思います。またね、動画を見て思うことがあったら教えてください。それでは失礼します。